ナイスはイングランド出身のロックバンド。プログレッシブロックにおける始祖的グループの一つで、キース・エマーソンが在籍していたことで知られる。晩年のキーボードトリオスタイルは解散後、エマーソンが結成した、エマーソン・レイクパーマーに引き継がれていった。バンドの英名は、ザ・ナイスだが、日本での金表記は、アルバムや資料によって、ザが記載されている場合と記載されていない場合がある。 エルプ時代のキース・エマーソン1966年12月、女性シンガーの P.P. アーノルドのバックバンドとして結成。当初のメンバーは、結成の中心となったキース・エマーソンのほか、リー・ジャクソン、デビッド・オリスとイアン・ヘイグの4人で、ライブのバックバンド演奏他に、ミック・ジャガープロデュースによるアーノルドのアルバム、ファーストレティオ・ブ・イミディエートにおいても3曲初期ナイスの演奏が残されている。 薬物常用で失調をきたしていた、ヘーグのドラム演奏に難があったため、同年8月ヘーグを解雇、ドラムスがエマーソンやジャクソンに、昔馴染みのブライアン・デビソンに交代した。当初は、パッド・アーノルド・ハー・ナイスとして、活動を開始したが、ステージの半分は、ナイス単独のライブ演奏だった。徐々にナイスとのリハーサルに、アーノルド本人が現れなくなり、 しまいにはとうとうライブにも現れなくなり1967年9月、ナイスはバンドとして独立、マーキークラブなどに定期的に出演する様になる。同年11月、デビューシングル、ザ sort of ・ソート・オブ・エマーリスト・ダベジャックを、翌1968年1月には、シングルと同名のアルバムをリリースした。エマーリスト・ダベジャックとは、メンバー4人の名前から作られた造語である。 同年7月にリリースしたシングルアメリカが全米チャート29位まで上昇し、ステージで正常期を燃やすパフォーマンスと共に話題となりナイスは少しずつ軌道に乗っていく。セカンドアルバム少年疫老学男性の録音中、薬物依存症で遅刻、欠席を繰り返すギターのデビット・オリストを解雇。ナイスはキーボードトリオとして再スタートする。 アルバムは1968年4月に発売され、同年7月にはアメリカ公演を行った。この時のライブと新たなスタジオ録音を組み合わせ、同年8月にセルフタイトルのサードアルバム、ジャズクラシック、ロックナイスをリリース。サードアルバムのリリースの後、キース・エマーソンはニューヨークシンフォーニーの指揮者で、かねてからポップ、ロックグループとの共演を望んでいた。 ジョセフ・イーガーとコンタクトし、公演を実現した。それらの何曲かが、フォースアルバム、ファイブ・ブリッジズに収録されている。この頃から、キース・エマーソンとリズムセクションの二人との間で、音楽的な意見の相違が表面化し始めた。ファイブ・ブリッジズをリリースした後、バンドは、キング・クリムゾンと合同で、全米ツアーを行う。そこで、キース・エマーソンが、 クリムゾンメンバーのグレッグレイクと意気統合し、新バンド結成を構想し始める。ただし、契約問題もあり、水面下で進められたが、1970年初頭の英国音楽誌では、ナイスにグレッグレイクが加入という憶測記事が出回った。1970年4月、バンドは正式に解散を発表した。キース・エマーソンは、かねての計画通り、 クレック・レイクそして、アトミック・ルースターのカール・パーマーと共に、エマーソン・レイクパーマーの結成に向かう。一方、リー・ジャクソンは、ジャクソン・ハイツ、ブライアン・デビソンは、エブリウィッチ・ウェイをそれぞれ結成したが、商業的な成功には至っていない。1973年、リー・ジャクソンとブライアン・デビソンは、スイスのキーボードプレイヤーであるパトリック・モラーツを、引き入れ、 第二のナイスを起きとしたレフュージーを結成。1974年にはバンドと同盟のアルバムでデビューしたが、その直後、パトリック・モラーツがリック・ウェイクマンの後任としてイエスに引き抜かれ、活動停止を余儀なくされた。2002年、キース・エマーソンザ・ナイスの名義で32年ぶりに再結成ライブを行い、ライブアルバム、ビバシタス、 ライブアットグラスゴー2 0 0 2をリリースした。2008年4月15日、ブライアン・デビソン死去。2016年3月10日、キース・エマーソン死去。ナイスの思想録音。少年疫老学男性、ジャズクラシック、ロックナイス、ファイブブリッジズ、エレジー録音。ライブ、ビバシタス、ライブアットグラスゴー2 0 0 2録音。ディスク1は、エマーソン、ジャクソン、デビソン、ディスク2は、 エマーソン、キルミンスター、ウィリアムス、ライリーによる演奏。2007年現在のアルバム発売元である、ビクターエンタテインメントのウェブサイトは、1960年代後半に活動した時期のアルバムを、ナイスというグループ名で分類している。また、リッオーミュージック館、キース・エマーソンズインタビューでは、当該バンドを、ナイスと表記している。 以上の点から、主に1960年代後半における活動を、解説している本校では、ナイスというバンド名を踏襲している。ABC 振興ミュージック館、エマーソン・レイクパーマー衝撃のロックトリオでみより、キース・エマーソン時点より、キース・エマーソンのザ・ナイス・カリスマ在籍期アルバム三作が、新規 DS、DSD マスタリング音源で、神ケ再発、プラチナ SH ・ SHM。 shmcd, shmsacd があり、アマス2018年2月6日閲覧。エマーソン・レイクパーマー衝撃のロックトリオデンによると、キース・エマーソンがクラシックオーケストラの導入を望んだが、他の二人はその方法論に否定的だった。グレッグ・レイクとの交渉が父として進展しない時期に、エマーソンは、 イエスのクリス・スクワイアにも、新バンド加入を打診したが断られている音楽の、友者社官、イエスより、キース・エマーソン事前によるとモラーツから頼まれ、エマーソンか元ナイスの2名を紹介している。グレッグ・レイク、キース・エマーソンを追悼バークス、キース・エマーソン、自殺の理由について、恋人が語る NME ジャパンハットジャケットの、砂漠に列をなして並ぶ赤い球体は、 ヒップノシスのデザインによるもの、ありがとうございます。